電話かけてみたいなと思います。お呼び出し中です。お、それらしい。いや、ここは別にあれ。あ、すいません、YouTuber のヒカルなんですけども。ヒカルさんですか？はい、ちょっとメールの方をいただいてて。あ、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、これでいたずらとかですか、やっぱり。あ、いたずらじゃなくてですね。はい、すいません、ちょっと、はい、私今度ヤンコンカンキャッチたちというドラマの、はい、アソシエイトプロデューサーの南吉と申しまして、はい、ちょっと今度ですね、はい、弊社の方で欅坂46さんが、はいはいはい、の残酷なカンキャッチたちというドラマの撮影を、はい、撮りまして、ちょっとそこで軽く説明させていただきますと、はい、ドラマの内容がですね、監禁された女の子たちが、はい、配信されてて、それを見ている人たちっていうのがいるんですけれども、ちょっとそれを見ている人たちを動画を上げられている YouTuber さんたちとか、はい、お願いしたら面白いんじゃないかなっていう話になりまして、今バーッと来てるヒカルさんとかいいな、絵的にもいいなと思ってちょっとお願いさせていただいたんですけれども。え、マジですかこれ。はい、え、欅坂46がドラマに出るってことですよね。あ、そうなんですよ。そう、はい、ちょっと今度日本テレビさんともやらせていただくんですけども。受けます。即答、はい、受けます。ありがとうございます。どんな跳躍でも受けます。本当ですか？あ、はい、分かったスケジュールとかの確認自由はまた部署の方を通してご連絡させていただけるかね。そうですね、バズの方に通してもらえたら。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと台本の方をさせていただきます。了解です。これって YouTuber が複数必要なんですか？観客で、まあ、はい、スケジュールとかの確認自由はまた部署の方を通してご連絡させていただけるかね。そうですね、バズの方に通してもらえたら。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと台本の方をさせていただきます。了解です。これって YouTuber が複数必要なんですか？観客で、まあ、はい、何人かいないかなっていうことではあるんですけど、じゃあ僕の所属してる事務所から何人か出させてもいいですかね？ぜひぜひぜひ。あ、いいですか？何人かその合いそうな人選んでもらって、はいはいはい、僕も含めもうまとめて出演させてもらえたら一番ありがたいと思うんですけどね。むしろ助かりますね。あ、本当ですか？次は助かります。それでじゃあいいですね。はい、ぜひ。じゃあこれ決定っていう形で。はい、全然大丈夫です。もうどんな跳躍でももう2秒ぐらいでも大丈夫です。じゃあちょっとこれ報告ができそうです。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。方とかはちょっと OK ご連絡させていただければと思うんですけども。はい、了解です。なんか質問事項とあれば。そうですね、ちょっと、あ、これやったな。もうなんか嘘っぽいんですよね。正直ちょっとまだ半信半疑で。ちょっとでもそのアソシエイトってどういう意味なんですか？なんかめっちゃうさんくさいですけど、アソシエイトは。うん、確かに。お願いします。了解です。ありがとうございます。はい、失礼します。やばないこれ。いや、なんか嘘なんじゃないかなと思うけど、まだ。確かに。